姫 FC から来ました山瀬浩二です。いや、すごくみんな積極的に、きつい練習にも取り組んでると思いますし、雰囲気も良くて、なんていうんですかね、こう自分たちから、きついことに取り組むというそういう前向きな姿勢がすごい見受けられるなと思います。元気は元気です。ただ、40歳なんでね、やっぱり若い子にはなかなかかなわないなってところもあるんですけど、ただ順調にここのところまでは来れてるんじゃないかなと思います。チームは今いい雰囲気で、なおかつ、目標に向かってすごく積極的に、取り組めていると思います。Jリーグが開幕したらですね、いい結果をサポーターの皆様に、お見せできると思いますので、ぜひ、僕らチームの後押しをしていただけたらありがたいなと思います。応援よろしくお願いします。